どうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ、いう世界、やっていくわ、と、その前にチャンネル登録者数が400人いきました、本当にありがとうなんだぜ。登録者数が1増えるだけでも嬉しいのに、こうやってキリのいい数字になると本当に嬉しいわね。なんだその膨大人みたいな構文。500人になったらなんか企画的なこともやりたいわね。それはさておき今回は何するんだ。今回は前回やっと食料安定してきたから、まあある意味今回が実質パート1みたいなとこあるかも。一周遅れのスタートみたいな感じだな。でも今回からは本格的に面白くなっていくと思うわ。お、自信あるな。まあ今回まず最初はこの基地に攻め込んでみるわ。だがそこまでいい装備は持ってないだろ。行けるのか。とりあえず行けるとこまで行ってみるわ。それでもしクリアできそうならクリアするし、きつそうなら帰るわ。まあそれがベストか。それにしても穴雪に出てましたって感じの雪山あったわね。あれも追加バイオームだろうな。後で行ってみようぜ。というかこの目の前のバイオームも追加のやつね。白樺の葉の色が黄色になってて今の時期にぴったりな感じだな。もう少しこのイオームを満喫したいけど、それどころじゃなさそうね。後ろから追ってきてる奴らがいるな。いくらこの自作スキンが可愛くてクオリティ高いからってストーカーはやめてほしいわね。にしてもこいつリーチ長いな。しかもスモークボムで動き止まらないんだけど、こいつに近接戦はきつそうだな。一旦下がって遠距離攻撃するぞ。でも確かこのモッドでも銃使う敵がいるのよね。まあそいつらの対処はその時に考えればいいだろ。まずは一人目、二人目。二人目どこ行った？一旦引いたみたいだな。だが一人にこれだけ苦戦してたらこの先が不安だぜ。よし、攻め込むわ。って間違えてインベントリ開いちゃった。何やってんだよ、明らかにタイミング悪いだろ。最近キー配置変えた影響ね。とりあえずもう一回行くわ。盾と剣と杖を作ってリベンジに来たわ。確かに盾あると近接戦略だもんな。ただ魔法使うたびに動くっていうね。ちょっと気になっちゃうな。無事アイテム回収もできたし探索再開ね。しっかりガードすれば近接の敵はどうとでもなるな。バリスタ乗ってる敵もいるわね。あれ、でもや跳ね返ってないか。やっぱマイクラで最強の武器は盾なんだなーって。今の装備じゃちょっと厳しかったから撤退して近くの陸地に行ってみるわ。攻撃力も防御力も不足気味だったな。新しい魔法とか覚えたいんだけど、スペルブックってスポブロとかのボーナスチェスト限定だから廃校とか見つけたいなぁ。というかなんでここでアイテム散らばってるんだ。べ別に山に登って落下死したとかじゃないわよ。あれ、でもそのシーン録画は。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。あ、またミスったのか。なんか最近録画ミス増えてる気がするわ。気をつけないと。年だな。マリサは一体私のことを何歳だと思ってるの。お、また新しいバイオームが見えてきたな。雪原系のバイオームっぽいわね。やっぱこの世界移動してるだけで楽しいわ。だな。だがこれでもまだ大量に新バイオームがあるんだろ。確か75バイオームが追加されてるからまだまだだにょんね。そしてやっと解説の出番が来た。解説必要ないとこだと出番なくなっちまうもんな。目の前の建物はさっき言ったのと同じね。あのモブは。あれはグリモアで追加されるセルキーだにょんね。雪原系のバイオームには相手ヒルでも敵対してる厄介なモブだにょん。あれだけ数いるし、できれば戦闘にはなりたい。人が実況してる時に攻撃するなんて卑怯よ。まああんなところで棒立ちしてたらそりゃそうなるわな。この辺探索してたらすっかり夜になっちゃったわ。目の前に神殿みたいな建物あるし、一旦そこに逃げるか。遮蔽物ないし、そうするしかないわね。なんか画面左から来てるんだが。何あの白髪だらけのゴリラ。シルバーバックが全身に行ったんだろうな。シルバーバックはゴリラが年を取った時に背中の毛が白くなることだにょんね。あ、マイクラ以外の解説もするんだ。まあゴリラだし仕方ないにょんね。その理屈はよくわからない。と、ついたがここ雪でできてたんだな。これ何モッドの建物だろ。とりあえず入ってみよう。これは。これはローグライトダンジョンっていうモッドで追加されてるやつにょんね。ここから地下に行けばかなり大きなダンジョンに行けるにょん。そういやパート1でも説明受けてたな。あれ、そんなことしたっけ。そういえばあの時の説明昨夜だったような。だがここが海近くて助かったな。ボート作って帰れるぜ。そうね。じゃあ帰ったら動画外で見つけたとあるバイオームに向かうわ。ということでやってきたわ。お、MC ダンジョンの村があるな。
お、このバイオームはなかなかいいとこ見つけたみょんね。ここは魔法の森、ソームクラフトで追加されるバイオームだみょん。魔法の森？私にぴったりのバイオーム名だな。思い出したかのように原作ネタ使うわね。ちなみにこのキノコ、ここ限定なんだけどこれを踏むと、こんな感じに吐き気がつくわ。マルチとかで使ったら面白そうなアイテムだな。それで近くに魔法使いの塔あったから寄ってみたわ。こういうところは積極的に寄ってけば魔法の種類増やせそうだよな。今の魔法のランクは白だったわね。ちょうど水色、青、紫全部揃ってるし改めて解説しておくか。そうみょんね。まずこのウィザードリーモッドには魔法のランクがあって、白で書かれてるのです。水色で書かれてるアプレンティス、それと青のアドバンスドと紫のマスターがあって、ついにもそれに応じてランクがあるんだみょん。今私たちが使ってるのは一番上のやつね。それでランクの高い魔法、例えばアドバンセドとかは、マスターかアドバンスドの杖にしか登録できないんだみょん。それで杖のランクを上げるにはそのためのツールがいるってとこみょんね。なるほどな。じゃあ今ゲットした魔法も1個しか使えないわけだ。まあ手札は多い方がいいしね。早速登録してみよう。さて、どんな魔法だろうな。フリーズっていう魔法みたいね。攻撃系ではないみたい。雪積もらせるだけか。これからの時期にはぴったりね。雪合戦で無限に雪投げれそうだぜ。また新しいバイオーム見つけたな。お、ここ結構秋っぽい感じね。紅葉な感じがなかなかいいな。いやここすっごい雰囲気お気に入りなんだけど。影モッド入れたらこんな感じよ。本当に秋っぽいな。こういうところにも行ってみたいぜ。お、次は春っぽい感じのバイオームが見えてきたわね。だな、となるとこの木は桜か。多分そうだろうけど一応切ってみるわ。なんというか海外のモッドにこういうのあると嬉しいよな。桜だったわね。でも結構赤そうだし建築には向いてなさそうよね。ハサミで葉の方回収すればなんかには使えそうだよな。石油がちょっと邪魔だけど結構ここも綺麗ね。その目の前に生えてる花はなんだ？これはピンクラッパ水仙っていう花みょんね。花のことはあんま詳しくないからよくわからないぜ。これからも染料作れるしこの世界だと染料には困らなさそうね。それでこれは？これはアイス&ファイアの妖精とそれの住んでる木の家みょんね。敵対はしてないしケーキをあげると仲間になってくれるけど、たまにアイテム盗んでいくからそこだけ注意みょんね。可愛らしいのに盗まれたら困るからあんま近づけないわね。次のバイオームは？なんというか沼地のメガ進化版って感じだな。この木も新しいやつね。セコイアだみょんね。常緑針葉樹らしいみょんよ。ちなみに世界で一番高いセコイアは115メートルもあったらしいみょんよ。115メートル？かなりすごいわね。というか世界で一番高い木がそのハイペリオンっていう名前のセコイアらしいみょん。この池の雰囲気なんというかザ、自然って感じでいいわね。そうだな、なんというか見てて落ち着く感じだぜ。現実でもこういうところ行ってみたいなぁ。まあそれだけの良しと時間があればの話だがな。時間はあるんだけどねー。ま、当分はゲームの中で我慢だな。今ゲットした2種類の木でドア作ってみたわ。左が桜で右がセコイアだみょんね。セコイアは使えそうだが桜はさすがに赤すぎるな。私の建築センスじゃ活かせそうにないわね。ボートで進んで少ししたらまた新バイオーム発見。ここも沼地とかそういう意味のバイオーム名みょんね。ここの木材は何だろうな。これ普通のダークオークね。ダークオークか。だがこうなってると案外気づかないもんだな。そういうところも作者さんのアイデアが素晴らしいわね。あれ、なんか可愛らしいエンダーマンいるわね。ってやば、敵対させちゃった。攻撃力高いし小さいせいで戦いづらいな。逃げるぞ。水がいい感じに流れてくれない。体力が、なんでもう拠点近いって時に限ってこうなるんだ。海まで行ければ勝てる。あのエンダーマンはどうやら小さいせいでどこ見ても目を合わせたことになって敵対するみたいみょんね。海に入れた。これで私の勝ちね。ほんと、帰るまでが遠足とはよく言ったもんだぜ。多分こういうことは想定してないと思うけどね。よし、帰ってこれたしちょっと新しい魔法を試すわ。おお、その魔法水に使うと凍るのか。これどっからどう見ても穴と雪の女王にじゃない？バカ野郎、財団 D に消されるぞ。財団 D は国家権力よりも強大だみょんね。なんかスモークボムとダーツよりも魔法してるって感じして楽しいわ。確かにあの蜜は弓とポーションっぽい感じあったしな。じゃあ今回はこの辺りで終わろうかな。だな、今回はいろんなバイオーム見れて楽しかったぜ。それでは皆さんコメント、高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローお願いします。じゃあ行くぜ、3、2、1。チャオ。